どうも、塚人です。今回はですね、みんな集まれ、1000円台で買える美味しいウイスキーを教えて。これでいきたいと思います。あれ？教えてって変じゃないですか。ウイスキー系 YouTuber だったら教えますじゃないですかって思ったあなた。そうなんですよね。本当だったら私がこう情報提供していくっていうのがまあ普通なんでしょうけれども、ここでは教えてっていうのは間違いではありません。私もこのあたりすごく悩んでて、まあもちろんですね、もちろんですよ。たくさんウイスキーを買ってですね、皆さんにこう情報のご提供できればいいんですけれども、なかなかそうもいかずにですね。まあ買える本数も限られますし、まあ私の好みによっちゃうっていうところもありますので、ここは一つ皆さんのお力をお借りしようかなというふうにひらめいてしまったんですよ。今回は私が一方的に情報をお伝えするっていうことではなくて、この動画のコメント欄を使ってですね、皆さんと情報共有する場を提供させていただくことによって、皆さんに有益な情報が集まってこないかなというふうに思ったある種実験的なですね、ちょっと企画を考えてみました。他力本願ではありますけれども、ご視聴者の皆さん、ぜひお力をお貸しください。よろしくお願いします。では皆さんにお願いしたい内容を発表させてもらいます。この後私が過去1000円台で購入したウイスキーを一言コメントをつけてですね、紹介させてもらいます。皆様はそれ以外におすすめのウイスキー、そうですね、1000円以下ですよ、1000円以下のウイスキーをコメント欄にどんどん書き込んでいただきたいなというふうに思います。ドワーッとたくさん書かれてしまうと私も困ってしまうので、お一人様1本厳選したものを選んでください。先に誰かがもうコメントしてるんじゃないかとか、そういったことは一切考えなくても結構です。自身が思った厳選された1本をコメント欄に書いてください。金額の1000円っていうのはまあ大体ざっくりです。税込みで1000円ぐらいで買える、今でも買えるものにしてください。コメント欄にはこんな感じの項目を入れていただきたいんですよ。まずは銘柄、まあ当然ですよね。それで産地、それから価格、それからおすすめのポイントを書いていただければありがたいなというふうに思います。視聴者の皆さんがコメント欄を全部読み返すのは大変だと思いますので、私の方がですね、定期的にそのコメントを全部読んでですね、固定コメントにして、そこに皆さんの意見をまとめておきます。そこには1000円台で皆さんが買うべきウイスキーがデータベースのように集まるんじゃないかなというふうに期待しています。ではここから私がこの1年で飲んだ1000円台で買えるウイスキーをご紹介したいと思います。はい、ざっとこんな感じでしょう。では1本ずつ一言コメントをつけてご紹介したいなというふうに思います。こちらから、皆さん大好きですよね、スモーキーで最安値と言ったらティーチャーズ。これ私も初期の頃からよくお世話になっております。次にカティさん、これも有名なウイスキーだとは思うんですけれども、残念ながらですね、私の口には合わなかったんですよ。ちょっとシェリーがちょっとゴムっぽい感じがしてですね。なのでこれまだ1本目なんですけども、飲みきれずまだ残っているという状態です。次、デュアーズのホワイトラック。これはもうかなりの本数飲んでますね。もうこれもちょっとなくなっちゃってますけど、これはフルーティーですっきりした味が好きな方にはおすすめかな。特にハイボールバッチリです。次、フェイマスグラウス、これもう私3本目ぐらいですかね。美味しいですね。この値段で
この味出せるのかって最初飲んだ時ちょっとびっくりしたぐらい美味しかったのことを覚えています。もう皆さん飲まれてますかね。はい、お次はブラック&ホワイト。これもう私このデザインがまず好き。この真っ白なこのキャップとラベルですね。味もすごく落ち着いた感じのバランスのいいウイスキーだなというふうに思います。結構私これ飲んでます。皆さんまだ飲まれてない方、これは飲んだ方がいいかなというふうに思います。次、ホワイト&マッカイですね。こちらも、いい感じなんですけども、これシェリー系なんですよ。なので、シェリーがあんまり好きじゃない方はちょっといまいちかなとは思うんですけども、私さっき言ったカティサークのようにちょっとゴムっぽい味はしないので、シェリーでも全然大丈夫。これも結構コスパいいかなというふうに思います。はい、次は CC ですね。カナディアンクラブ。もうカナディアンウイスキーの代表格だとは思うんですけども、バスカー、私の中ではですね、バスカーみたいなトロピカルっていうか、なんかすっきり系のウイスキーが飲みたいときはこいつっていう感じで大好きです、ええ、これも全然まだ飲んでない方は絶対1本は買ってみて飲んでみてもいいかなというふうに思います。次はグランツのトリプルウッドですね。これですね、初期の頃に買って飲んだんですけども、これまだ1本目で開けきれてないんですよ。別にまずいとかじゃないんですけど、なんかあんまり私の中じゃないですよ、あんまり特徴を感じないですよ。なんか、ちょっとリピートなかなか出ないなっていう感じで、まあ飲み切らずに置いてあるという感じですね。はい、出ました、バーボン、フォアローゼスですね。こちら私がよく青春の味って言ってるやつですね。昔からバーボンっていうかウイスキーを飲むときはこいつを飲んでたので、まあ、本当に思い出の味ではあるんですけれども、じゃあ今これだけ飲むようになってこれが好きかって言われると、味がですね、好きというよりも思い出ケースっていう感じはしますので、まあバーボン好きだったら全然大丈夫、全然いいとは思うんですけども、まあそんな感じです。はい、お次はホワイトホースですね。居酒屋とかで飲むハイボールの定番と言ってもいいんじゃないですかね。まあ角かホワイトホースか、まあ今じゃあブラックニッカクリアが多いのかもしれないですけども、まあ今までの、定番じゃないかなというふうに思います。これもまあ居酒屋とかで飲み慣れてるせいか、あまり魅力をちょっと感じてなくて、1本ここまで開けま飲みましたけど、まあ飲み切らず、リピートなかなか来ないなという感じですかね。はい、次ジェームソンですね。こちら有名なレディーガガがこよなく愛するウイスキーということで有名ですけども、レディーガガがですね、これがなかったら曲たちは書けなかったと言わしめたウイスキーです。まあアイリッシュの中じゃ一番有名だとは思うんですけども、こちらもですね、私まだ1本目なんですよ、リピートが来てない。なんていうかな、まあ別にまずくはないんですけど、あまり特徴がないんですよね。なんかこれ飲むなら、まあちょっともう今2000円超えちゃってますけど、バスカーの緑飲むかなと、個人的にはそう。はい、言わずと知れたサントリーの角ですよね。これは皆さんもう飲んだことさすがにありますよね。居酒屋の定番でもあるし、まあどこの家にもあるんじゃないかなと思うような、もう日本で一番売れているまあウイスキーなわけなんですけど、まあうちでもですね、唐揚げとか餃子の時は夕飯がですね、これを飲むようにしてるっていう感じではあるんですけども、じゃあハイボールだけを楽しみたいって言った時に好んで飲むかっていうと、そうでもない。
なんかああいうちょっと脂っこいものと合わせるのがいいかなと思うようなウイスキーですね。はい、次はバランタインのファイネストですね。まあこちらもかなり安いですよね。あのコスパは最高だと思います。これも何本かお世話になってますけども、最近7年とか12年とかっていうのを飲んでですね、ちょっと差を感じてしまって、なんか最近ちょっとあまり飲まなくなったかな。なんかちょっと12年とかのやっぱり味にはって感じになってきたんですよね。最近味舌がそうなってきた感じですかね。あまり出番が少なくなりましたけども、まあ定番ですよね。はい、ブラックニッカのディープブレンドですね。これですね、上級者から初級者までみんなから愛されてるんですよね。愛されてるというか、コスパ最強なウイスキーってどれっていう質問に対して、私がこの1年間してきた中で一番出る回数が多かったような気がするんですよ。みんなこれはコスパがいいと思う。で、確かにですね、スモーキーさもあってすごくバランスもいいし、それでこの値段で買えるのって思わせるウイスキーでいくと、もう本当に一番かなというふうに思います。はい、最後です。ブラックニッカスペシャル、まあ、こちらもですね、さっきのあのディープブレンドと同じようにコスパはすごくいいとは思うんですけども、まあディープブレンドに比べるとちょっと落ちるかな。まあなんかスモーキーさもあって美味しいかなとは思うんですけど、やっぱどちらかというとディープブレンドの方がバランスがいいかなという感じがします。あくまでも私の感覚です。まあでも好き。はい、以上、今でもですね、まあ税込み1000円台で買えるんじゃないかなと思うものを15本紹介させてもらいました。これはあくまでも私の試験ではありますけれども、まあ、参考にしていただければなというふうに思います。まあ今の一言コメントにですね、物言いがある方はそのコメントでも結構です。いや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 、もうちょっと、いや評価高いでしょみたいなものも、コメント欄に入れていただければ全然構いません。できればここにないもので皆さんのおすすめの1000円台のウイスキーを1本ぜひコメント欄に入れてください。みんなで情報を共有しましょう。では今回はここまで。今日も美味しいウイスキーを一緒に飲みましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。